はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、今ですね、開局玉折の、まあ、コラボというか、一応最後のね、メモリアル、イベント、そちらの最後が出ているんですけど、それとは同時進行って言ったらあれなんですけど、ツイッターの方でですね、呪術廻戦ファントンパレードの海外のツイート、海外の、アカウントがあるんですよ、呪術廻戦のね。そちらのアカウントの方でですね、なんと、発売日が決定、海外です。海外の呪術廻戦ファントンパレード、そちらの、リリース日が11月7日に決定しました。はい。が、正式に全世界でリリースされる予定です。ということで、今回、じゃあこれ、ついにね、11月7日に、まあ一応全世界で、今後リリースする予定ですみたいな感じで言ってたんで、まだ未定だったんだけど、それが11月7日に、じゃあリリースされる。それでじゃあ何が起こるのか。まあ世界でね、もちろん、その呪術廻戦ファントンパレードっていうのが全世界で遊べる、世界の方々が遊べるっていうところで、もうもちろんね、メリットはあるんですけど、じゃあ僕たちにはじゃあ何のメリットがあるのかっていうと、もう正直言うとメリットしかないんですよ。はい。まあまずもちろん一つ目としては、まず簡単なところで言うと、まあ単純にまずプレイヤーが増えると。プレイヤーが増えるってことは、全世界、ダウンロード、記念みたいな。今までだったら500万人ダウンロード記念、600万人ダウンロード記念っていうのがあるんですよね。あれって、まあ基本的に日本、まあ我がね、日の本の、その、まあ人数というかだったんですけど、バウンティーラッシュ見てください。はい。ドッカーバトル見てください。世界的に見るとですね、一気にダウンロード数が増えるんですよ、当たり前だけど。で、まあもちろんね、そのワンピース、そして、ドラゴンボール、どちらも世界的に人気。呪術廻戦もう同等ぐらいで多分人気だと思うんですよ、海外でね。海外人気が特に呪術廻戦はすごいと。もう本当にもう海外の方々がもうかなりすごいよね。特にもう日本より海外の方がみたいな感じのレベルだと思うので、そうなってくると、間違いなくこのキャラゲー、そして、まあ皆さん知っとるというこのファンパレ、もうクソゲーとはもうかけ離れたぐらいのグラフィックとか、もう全てにおいてクオリティはもうまず保証されているということで、多分海外でも、その、評価はもうまず高いと。そうなってくると、もちろんその今、今だとはっきり言ってしまうとやることがない。もうこれは正直、もうやることはないです。やることないけど、海外の11月7日から始める人にとっては、もうまだまだやることがいっぱい。そして、11月7日から、やるってなると、2週間ぐらいで例えばもうやることがなくなっちゃったよと。まあ結構あると思うんですよ、メインストーリーもね。まあキャラクターも強くなってるから、グレードも上がってるから、まあすぐにメインストーリークリアしちゃったよっていう人がいたとしても、11月21日から何がありますかと。そうです、1周年があるんですよ。だから1周年でまたドッとダウンロード数がまた伸びると思うんですよね。はい。ということで、まああとリセマラもあるからね、おそらくリセマラも簡単にできてしまうので、それで全世界の人たちがリセマラ、そんなのをしたら、まあでも選べる SSR はあるけど、でもファンパレガシャのリセマラが多分したいと思うからね。やっぱりコーナナミンとか伏黒くんとかゲットしたいよって人とかもいると思うので、まあそうなってくるとやっぱりリセマラはかなり使ってくると。で、そうなった時にダウンロード数がもう600万人だと思うんですよ。多分もう軽く1000万人は当たり前のように超えてくる。もうなんかもう本当に何千万人っていう規模になってくるんで、そうなってくると当たり前ですけど、全世界ダウンロード、何百万人記念、何百万人記念がもう頻繁に出てきたりとか、今で言うと、まあ、はっきり言ってしまうと本当に配布が少ない。で、何千万人、何百万人記念、500万人記念、600万人記念って言っても、開示3000個。まあまあ、嬉しいんだけどね。もちろん嬉しいんだけど、ちょっとやっぱりね、配布数が明らかに少ないと。でもまあ、やっぱり世界を相手にするってなると、やっぱりかなり配布が多くなってくると思うのよ。特に最初。最初ってやっぱりとにかく掴まないといけない。そうなってくると世界だけ配布しますか？そしたら日本の人どうなりますか？はい、不平不満が出ますよね。そうなったらじゃあもちろん世界の人に配るのと一緒で、日本にも多分配っていただけると思うので、そうなってくると配布がかなり多くなってくるんじゃないのかなと思います。はい。まああともちろん、もう一つなんですけど、全世界、配信決定記念開示プレゼント。まあそこら辺もあると思うんですよね。だから、まあ配布が、まあかなりの量が出てくると思います。
そしてさらに、この海外サーバーが海外サーバーというかね、海外のファンパレができることによって、おそらくなんですけど、まあイベントやることがかなり増えてくるんじゃないのかなと。今だとやっぱり日本だけってなってくると思うんですけど、海外もってなってくると、まあさっきも言ったようにね、そのやっぱりちょっと力を入れないといけないとは思うんですよ。うん。で結構さ、海外に進出できるっていうのだと、正直言うと今セルランね、多分2ヶ月連続、2億円台になります。まあすごいことではあるんだけど、2億円って売り上げはね、まあしかも2億8000とか、まあそんぐらいなんで、普通にまあ約3億近いは近いんですけど、その今までのセルランがどんだけ低くても4億はあったんですよ。だから下がってはいる。でしかも版権問題とかもういろんなのがあるので、サムザップさんっていうかね、まあ、サイバーエージェントさんの、売り上げでいうと、結構正直今2億なんていうか3億近くても厳しいところはあると思うんですけど、まあでもそれでも差しゅっていうのではまあしばらくはなさそうだなというか、まあ差しはまあ間違いなくないと思うんだけど、海外にまで行けるっていうことはまあいろんな、まあまだ大丈夫なのかなっていう気はちょっと正直しましたね。はい。まあ皆さんちょっとどう思うか分かんないんですけど、ぜひね、その11月7日、ぐらいからおそらくいろいろファンパレはさらに、変わってきたりとか、配布がまあ本当に2倍じゃなくて3倍ぐらいなんじゃないかな、分かんないけど、おそらくバウンティーと似たような感じでいくんだったら全世界ダウンロードっていう配布が、まあ、あると思うんで、やっぱり1周年っていうかね、やっぱりその前ファンパレミーティングの時にも言ってたんですけど、配布の数が少ない、そちらは今後いろいろ調整していきますと、前の前のファンパレミーティングかなんかで言ってたんで、ほとんど正解がなかったファンパレミーティング、あのさ、問題発言しちゃったやつ、大森さんが、あの工場落ちは3年後ですかねとか言ったやつあったじゃないですか、あのファンパレミーティング、ちょっとよく分かんなかったファンパレミーティング、あの時になんかその報酬については今後あの改善していきますって言ってたんで、これが改善の道なん、あの一歩なんじゃないのかなとも思ってるので、はい、ぜひちょっとね、楽しみにしましょう。はい、というわけで、こんな感じでやったんですけど、今回ねちょっとやりたいことがありまして、明日か明後日あたりにちょっとね、これ無限回路でおすすめのみで無限回路やりたいんだけど、これメインクエストでこれおすすめあるよね、ありますね、お任せ、これでお任せやってみようかなと思います。はい、お任せ、うえな、うおーっと、マジこれ、まあでもいけ、いやでもバフ、あー難しいかも、あ面白いかも、これいきましょう。バフがいない、ちょ待って、大丈夫かこれ、待って、バフキャラいないんだけど、え、ちょっと待って、これどう勝つ、これどうやって勝つ、ちょ待ってくださいよ先輩、ちょ待って、え、待て、いや、え、バフしてく、まあ、飛び蹴りで火力上げてくしかないよね、こんなん飛び蹴りで見ててご覧で、これ倒す、骨砕きで、いやでもほとんどやられることはないか、切り払いで倒せ、よし、ナイス、ここでさすがに倒せるか、飛び蹴りで、で火力上げて見ててご覧で、なるべくそう早めに倒そう、なるべく早めに倒します、ここは、切り払い、アマの坂をこにしようか、これ、いや、いいな、これでいい、ここで倒すんだったら倒すでいい、これ倒すんだったら倒す、 OKOK、 まあまあまあ OKOK、 切り払い、飛び蹴り、まだいいよね、見ててごらん、まあ、旋回、切り払いして倒す、で飛び蹴りで火力上げる、で見ててごらんで倒す、よし、まあ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 早めに倒した、でこっからだな、デバフ無効でしょ、デバフ無効なんだけど、まあ特にデバフは関係ないかな、ぶった切りする、いきなり必殺技来るけど、デバフはどうせ関係ないから、ぶった切り、飛び蹴り、4ターンでしょ、次のターンから行こう、次のターンから楽しくなってきた、で骨砕き、あんで必殺技だからこれいくか、大丈夫ね、飛び蹴りした、ぶった切り、 OK、 ぶった切り、飛び蹴りで火力上げる、見ててごらん、骨砕きで体術もやって、あーそっか、デバフ無効か、まあでも一応これは大丈夫大丈夫、あーでも虎杖君がスタンしちゃったな、これちょっときついね、これぶった切りしたいけど、いやもう打つか、一回打っとくか、一回打ちます、で楽しくなってきた、
さて、楽しくなってきた。で、すべて問題なし。あー、まあこんなもんだよな。50万ダメージだよな。いやー、しかも勾配だからな。五条先生の影がどんだけ入るかだね。ぶった切り、飛び蹴りしよう。ここも打っちゃおう。で、楽しくなってきた。骨砕き。まあデバフは、まあ、こっから入るか。こっから一旦だけ多分デバフが入るはず。飛び蹴り。ね、楽しくなってきた。で、デバフ下げる。イタドリくんか。イタドリくんスターもキッチ。これちょっとやめてほしかったな。いっちゃん嫌だった。ぶった切り。うわー、マジか。反転術式赤。骨砕きするけど関係ないから。いや、でも骨砕きでいいな。火力は骨砕きがある。一番レベル高いから。で、術式反転赤。いけんのか、これ。で、後ろ凍土だよね。後ろ凍土で幻凍土だからな。いやー、こんなもんだよな。きっちいなー。危ない危ない。虎杖君をなんとか耐えてくれ。虎杖君がやられないのだけマジで気をつけて。で、バイバイして、必殺技が飛んでくるぞ。これ待って、これ、もう、本当は飛び蹴りしたいの。でも、多分1万って耐えれんよね。いや、耐える。いや、もうスタンするか。もう行こう。これを楽しませろ。あー、でも回復ある。回復あるんだったら、飛び蹴りするわ、これ一回。で、回復する。で、友情の記憶、ブギウギ。あー、そっか、サクランあるのか。ブギウギ。かかってこいよ。骨砕き。ぶった切り。で、火力上げて、で、骨砕きして、で、ブギウギ。おら、あ、サクラン。いやーでもダメだったか。でも耐えるだろ。危ねえ。で、まあ、こっちはいい。で、スタンする、スタンしてる、ぶった切り、全員ダメ。さすがに耐えるんじゃないこれ。イタドリ君やめて。うわー、あー、しまった、マジかよ。ダブルで、これはちょっと、マジ？どうする？さて、あ、これ打つしかない。まずいな、これマジでまずい。まだまだまだいけっていう。なんだ1万5000 2万5000ってなんだ。これは何なんだ。スタン、はい。とりあえず錯乱を目標で、錯乱したいので、まあ少しでも可能性があるとしたらこれだな。これで、あ、こっちだよな。そうだよね。あ、 OK。 錯乱しろ。錯乱しない。あ、そうか、デバフ無効か。すべて問題なし。かかってこいよ。これでいくしかないよな。友情の記憶して、すべて問題なしで、ブレイクも全然ダメだ。バフがなさすぎる。お任せって何なんだ。なんだよお任せってよ。お前、バフをかけてくれよ。ダメだー。あー、くっ、そう、悔しいね、これは。これは悔しいね。これはダメですね。しゃあない。いや、でも、当時は頑張ってくれた。ありがとう。じゃあな。ちょっと、これ、お任せで、無限回路、ちょっとかなり不安になってきたんだけど。大丈夫なんかね、これ。私、これ、勝てますかね。はい、というわけで、今回は、まあでもね、今回はね、まあ、開示がおそらく、まあ、何倍にもなる可能性は非常にあります。配布が今後。ちょっと楽しみにしましょう。はい、というわけで、じゃあ今回はこの辺りで終わります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様です。バイバイ。